海軍大佐時代のハイエ。ヘルムート・グイド、アレクサンダー・ハイエは、ドイツの軍人、政治家。ドイツ帝国時代から第二次世界大戦敗戦まで、ドイツ海軍に将校として勤務する。戦後は、ドイツキリスト教民主同盟所属の連邦議会議員となり、防衛委員などを務めた。父は、ビルヘルム・ハイエ将軍で、グイド・ケルヒャー提督はおじに当たる。 軍人としての最終階級は、海軍中将。1895年、別期園に生まれる。その後は、グローガウ、メッツ、ベルリンの人文主義学校に通った。1914年4月、ベルリンの学校を卒業した後に、帝国海軍の士官候補生に志願する。基礎訓練を終えた後、1914年8月10日より、大巡洋艦、 ビクトリアル・イーゼに配属され、また1916年1月2日からは、戦艦、カイゼリンに移っている。1914年12月23日には、候補生に昇進、水雷訓練艦、ビュルテンベルク及び水雷艇112号で、水雷船に関する教育を受けた。その後は、戦艦、カイゼリンに戻り、見張り士官、信号士官、副官などの役職を務めた。 1916年7月12日、少位に昇進。1917年12月3日より、潜水艦学校での教育を受ける。1918年1月16日から4月24日まで、第6魚雷師団長を務め、その後は再び訓練艦ビュルテンベルクでの教育を受けた後、いくつかの総会邸で、艦板士官などを務めた。敗戦時は、 小型練習艦の艦長の任にあった。彼は第一次世界大戦を通じて一級二級鉄十字章及び潜水艦作戦章などを受章した。戦後は海軍参謀部の海軍史研究室に勤務していたが、やがて魚雷艇艇長として戦闘任務に復帰、1920年9月28日に中尉 1926年4月1日には隊員への昇進を果たす。1932年から1934年9月28日まで第四魚雷定団の指揮官を務める。1933年7月1日、少佐に昇進。その後、1939年まで海軍総司令部に勤務する。この最中の1937年7月1日には、 中佐に昇進している。1938年に発生した図で天気機の折に計画部の責任者となり、同年10月25日には、大英海戦の可能性、及び海軍に求められる戦略目標と設備なる覚書を作成している。この覚書では、英国による封鎖を突破することは不可能であり、海軍が果たすべき目標は、 英国の海上貿易の妨害にあるとしていた。1939年1月1日、大佐に昇進。1939年4月29日から1940年9月3日まで、従順洋艦アドミラル、ヒッパーの艦長を務めた。さらにベーザー演習作戦に参加し、1940年4月8日には、ノルウェー沖で、英駆逐艦、グローウ,ウォームを撃沈している。 この海戦の後、ハイエは、英海軍本部に対して、赤十字社経由で、クロー・ウォーム艦長、ジェラルド・ロープ・中佐の勇気を称える電報を送っている。1940年6月から8月にかけて、ノルウェー海上で複数の巡洋艦部隊を率いて、作戦行動に当たった。1941年1月18日には、 トロンヘーム沖海戦での選考に対して、騎士鉄十字章が授与されている。1940年9月より高級参謀勤務に移る。9月5日から10月18日まで東部、保安司令官付参謀長、その後1941年2月13日まで、西部保安司令官付参謀長を務めた。2月14日、カール・ゲオルク・シュスター提督指揮下の Z 提督となる。 部局の参謀長に就任。この部局は、まもなく、南東帝督区となり、1941年7月1日以降は、南方海軍集団司令部となった。ハイエはここで1942年8月末まで参謀長を務めた。1942年2月16日、艦隊戦闘賞を受賞。同年9月1日、少将に昇進。 9月15日から11月18日まで国会司令長官12月3日から1944年4月4日まで北方海軍集団司令部参謀長として勤務1943年6月7日以降は艦隊司令部参謀長も兼任している1944年4月20日ハイエは海軍総司令部付特殊戦総審査官及び 海軍小型戦闘部隊司令長官に就任、敗戦まで務めた。これらの職の下、ハイエは、小型戦闘部隊に所属する特殊戦闘艇、人間魚雷、体当たり攻撃艇、海軍特殊戦部隊、フロッグマンなどを指揮した。彼は、カールデーニッツ提督に対し、不要な U ボートに爆薬を満載して、体当たり攻撃に投入する作戦を提案しているが、 実行に移されることはなかった。1944年8月1日、中将に昇進。敗戦後の1945年5月20日に、イギリス軍の捕虜となり、1946年12月6日まで、捕虜収容所で暮らした。釈放後は、作家となり、海運や海洋戦略、海軍士などを扱った。彼は、アメリカ海軍歴史班にも所属し、 ドイツの国防及び政治情勢の評価担当顧問として働いた。1948年にフリッツ・キュスターが設立した歴史研究財団ダス・アンデレ・ドイッチュランドにも所属した。1953年よりセディ所属の議員となり、1961年までビルヘルム・フリースラント選挙区選出の連邦議会議員を務めた。1961年11月8日、 万丈一致で、ハイエが連邦議会防衛委員に選出される。1964年11月10日、雑誌クイックの特集記事内で、ハイエが連邦軍の内部組織を批判したことに端を発する。連邦国防省との衝突の末、ハイエの解任が提案される。翌日、連邦議会議長を意ゲルステンマイヤーはこれを執行した。九百七十年十一月十日、 死去。ハンス・エイチ・ヒルデブラント、ドイッチ・ロンツ・アドマール1849-1945、バンド2、H ・オービブリオ・バーラグ、オースナブルック1989、ISBN3 から764814993、76 S93、大巡洋艦は、帝国海軍の艦隊法で、定義されていた軍艦の分類である、5500トン以上の大型巡洋艦を指した。 ディーター・ハルト・ビヒ、グロシタ・マイ・レル・カール・デュニッツ、レジェンド・ウント・ベグリシュ・キット、フェルディナンド・シュニング、パデボーン2010、ISBN 978から3から506770271、S354 50、ABCDEFGHIJKL、マンフレット・ D ・ RR、ダイ・リッター・クロイストレジャー・デア、バー・ワッサー・ストライト・クラフト・デア・クレクス・マリーナ、バンド1、A、 警備ブリオバーラグ、オースナブルック1995、ISBN3 から764824530、76 S238246。ありがとうございます。